二から三から五ツーバックシステムはサッカーのフォーメーションの一つである。現代サッカーは19世紀において始まった大英帝国のパブリックスクールでのフットボールを源流とする。1880年代に生まれたツーバックシステムは現代的な基準から見てフォーメーションとみなすことが可能なものの最初期の例であるとされている。現代的な表記の例に習うと ツーバックシステムは2から3から5であり、1人のゴールキーパー、2人のフルバック、3人のハーフバック、5人のフォワードからなっていた。攻守のバランスを重視した人数配分をピッチ全体に対して行うことが常識化している。今日の戦術的な常識から判断すれば、ツーバックは一見無謀な戦術のように思えるが、当時のオフサイドラインは、 守備側の後方から3人目の選手を基準としていたため、守備の際は、フルバックの2人を前後にずらし、今日で言うところのストッパーとスイーパーの役割を分担して相手方に対峙するだけで十分であった。フルバックは、敵のセンターフォワードのマークが主な仕事であったものの、チーム全体の守備戦術の基本は、ゾーンディフェンスであった。五人のフォワードは、時代が経つにつれて二人が、 下がり目となり、W のような形を取るようになっていった。中央、を先端フォワード、両サイドを、レフトウィング、ライトウィング、もしくはアウトサイドレフト、アウトサイドライトと呼び、下がり目となった二人は、インサイドレフト、インサイドライト、もしくはレフトインナー、ライトインナーと呼ばれた。この W 型のフォワードの体系は、アーセナル FC を率いたハーバート・チャップマンが、 考案した WM フォーメーションに発展的に取り込まれ、ヨーロッパのサッカーの戦術の歴史において長く影響を残すこととなった。ハーフバックは左からレフトハーフ、センターハーフ、ライトハーフと呼ばれ、左右のハーフバックはウィングハーフとも呼ばれた。ウィングハーフの主な役割は敵ウィングの守備であった。センターハーフはこのフォーメーションで一番重要なポジションであり、 チーム内の最高の選手が務めることが多かった。攻撃においては、今日のサッカーにおける司令塔の役割、すなわち、味方の5人のフォワードへパスを配球する役割を担い、守備においては、敵のインナーをマークする役割を担った。センターハーフに、チーム内で最高の選手を当てがう観光は長い間、サッカーにおける常識となり、サッカー更進国であった日本では、 WM フォーメーションの末期である1950年代の末においてもツーバックシステムを用いて最高の選手をセンターハーフに据える傾向があったという。ちなみにツーバックシステムの時代に背番号が生まれ最後方のゴールキーパーから順に番号が割り振られた。同一ラインに並んでいる選手については右側から順に番号が付けられた。ここからフォーメーションの変遷をたどっていくと 現在の背番号が表す大まかなポジションの意味がわかる。ありがとうございます。